こうした砂時計型の太鼓はトーキングドラムによく用いられる。トーキングドラムまたは話太鼓は成長と陰律を模倣して遠距離の通信や音で交渉を行う西アフリカの太鼓の双方である。あくまでも双方のことでありトーキングドラムという太鼓が存在するわけではない。トーキングドラムに用いられる太鼓には片面太鼓や砂時計型の両面太鼓。 ひつずみなど様々な形状がある。メッセージを表現するには2つの高さの音が必要であるため、2個1体の太鼓や木製の打楽器を用いるか、音の高さの変えられる太鼓を用いる。円筒形のトーキングドラムは、ガンゴゴ、ゴンゴン、ガンガオゴなどと呼ばれている。川田純造によれば、この種の太鼓に共通点を求めるならば、円筒形の銅の両面に皮が張ってあり、 打奏中に音高を変える調べをはなく、湾曲した木の筆で打つということになるという。右利きの奏者の場合、左の脇に抱えて、脇の締め方によって、紐の締め具合を変化させる。右手には、L 字型に曲がり先が、球状になったバチを持ち、これで叩く。左手も素手で叩き、両者を折り混ぜて演奏する。トーキングドラムではかなり長大なメッセージを送ることが可能であり、 ウルキナファソの模試人のように長大な歴史交渉をトーキングドラムで行う民族も存在する。ただし、こうしたトーキングドラムはいくつもの定型句からなっており、この定型句を知らない者は現地に長く居住していても太鼓の音の意味を理解することはできない。つまり、太鼓によって送っているものは厳密には言語というより符号であって複合手法を身につけていない者は理解不能である。 また、定形句以外のメッセージを自由に発信すると、受けてはそれを言語化することができない。このため、トーキングドラムはあくまでも、符号を送る手段に過ぎず、言葉を自由に話すことはできないことに注意が必要である。ウォロフ語、マンディンカ語、セレル語では、タマという。アカン語では、ドンドという。夜ゴドゥンドゥンという。ありがとうございます。